みなさん、こんにちは。こんにちは。今回は、カマキリの捕食記録を紹介していくぞ。なんか、いつもと違うね。今回はなんとなく、そういう感じにしたくなった。気まぐれか。カマキリの捕食って、なんか珍しいことがあるの？カマキリといえば、バッタとかを捕まえて、頭からボリボリしてるイメージかもしれない。そう言われるとそうだね。でもたまに、脊椎動物を食べることもある。脊椎動物って、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類など、いわゆる、背骨がある生き物だ。カマキリが食べるの？そうだよ。昆虫は食べられる側と思われがちだけど、その逆も、当然ある。カマキリのカマをよく見てほしい。命を刈り取る形をしてるだろ？してる。今回は、軽くカマキリの捕食伝説を紹介し、後半に、共食いの話をしよう。カマキリ同士の捕食ってことだね。そういうこと。細かい内容はこんな感じだ。そして例のあれ。はい、こんにちは。今回は最高の捕食者と名高いカマキリが主役です。あまり知られていなそうな話を集めたつもりなので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、始めよう。カマキリに対するイメージは、みんな大体共通しているだろう。奴らは獰猛で、優れたハンターだ。素早く獲物を捕らえ、自慢の釜で挟み上げ、むさぼる。昆虫を代表する捕食者であることに異論はないだろう。でもさ、それって、虫同士の話だよね？ナチュラルな煽り。鳥視点で言えば確かに、昆虫は貴重なタンパク質だ。小鳥の子育てでは、大抵はヒナに虫を与える。やはり、鳥が最強よ。ここで秘宝だ。カマキリが食べるのは、虫だけじゃない。脊椎動物だって捕食する。ほう。かかってきなさい。ある写真を見てほしい。やや閲覧注意なので、これから3つ数えたら表示して。画像を消したらお知らせしよう。では、3、2、1、ドン。これは、カマキリは何を食べてるの？鳥のヒナだ。なん、だと。これは2022年、科学雑誌エコロジー&エボリューションに掲載された観察報告だ。科学雑誌といえばお堅いイメージだが、インタビュー記事もコラムも興味深い事例も掲載されるぞ。あくまで雑誌だからね。生き物系の雑誌はそういうの充実してそうだね。この報告は、太陽鳥の巣にカマキリが接近し、積極的に鳥類を食べる瞬間を捉えた、貴重な資料だ。なお、大人になるとこんな姿だ。綺麗な鳥だね。じゃあ、そろそろ写真を消そう。消えた。鳥に対する捕食行動については、多くの報告がある。特に、ハチドリの捕食が多いようだ。カマキリは、種によっては体長が8センチを超える大型のものもいる。ハチドリは確か、親指ぐらいの大きさなんだっけ。鳥類に関しては、犠牲者リストがまとめられている。そのリストによれば、147の観察で、24種の鳥が餌食になっている。結構食べられてるね。おそらく、鳥への関心が高いことも関係している。147の観察例のうち、8割ほどは食べられてしまったそうだが、2割弱は人が救出したそうだ。やはり多くはハチドリの捕食例だ。やはり、デカさこそパワーよ。カマキリが捕食する脊椎動物は、鳥類だけじゃない。最も古い報告は、13世紀のドイツ人のアルバート・マグナスによる、蛇の捕食だ。蛇？蛇もまた、優れたハンターとして認知されているね。実際、その通りだ。ハンター同士の対決でも、カマキリが食べる側になるんだね。ただし、カマキリが捕食した蛇はかなりの小型だったようだ。立ち向かえるサイズの相手なら、蛇かどうかは関係ないのかもね。そんなカマキリは、魚も取るらしい。漁師じゃん。2017年、インドで、カマキリによるグッピーの捕食が報告されている。ここで重要なのは、この報告は、自然下で魚類を食べた最初の報告だということだ。どういうこと？つまり、飼育下のカマキリにグッピーを見せて、不自然な状況で、けしかけたのではない。自分で狩りに来たんだね。さらに興味深いのは、日を変えて何度もやってきたことだ。つまりカマキリは、学習しているのかもしれない。このカマキリは数日かけて、9匹のグッピーを平らげたようだ。ほえー。水中の相手でも食べちゃうんだね。両生類も、カマキリの餌になる。アカガエルやアマガエルの仲間で、報告がある。申し訳ないけど、カエルは食べられててもあんまり不思議じゃない。じゃあ、爬虫類なら？ヘビ以外で？ヘビ以外だと、カナヘビが犠牲者となった報告がいくつかあるね。あいつらちっこいからね。でも、カナヘビは素早いイメージだけど、捕まっちゃうんだね。
まさか哺乳類も捕まえちゃうの？もちろんだ。ただし、齧歯類、つまりネズミの仲間が犠牲者のようだ。ただ、食べることは確かなようだけど、信頼できる文献が見つからなかった。どういうこと？つまり、逸話的だということだ。もちろん、ケージの中に閉じ込めてしまえば、そういうこともあるだろう。ただ、自然下でそれが起きているのか、それについては確証が得られない。逆に言うと、レアなイベントなのかもしれないね。そういうことなのかもしれない。では、少しだけ、カマキリの生態や、その進化について紹介しよう。カマキリは英語の一般名で、プレイングマンキスという。プレイとは、祈りだ。もしかして、カマの腕が祈ってるように見えるってこと？多分、そういうことだろう。完全に一致。しかし、もっとふさわしい名前は、プレイングではなく、プレイングだろう。一文字違いで、えらい違いだね。これはカマキリの定番ネタだ。それほど、カマキリは優れたハンターとして認知されている。その資格も興味深い。どうやら、立体視をできるようだ。立体視？三次元的なあれ？そう、要するに、奥行きがわかるんだ。ただし、人の視覚とは大きく違い。動くものだけを検出できる。動いてないものを省いてるんだね。そう、捕食や回避に特化した進化なのかもしれない。それに、一部に注目することで、演算処理を少なくできることから、ロボット工学などへの応用も期待されている。カマキリが人を変えるかもしれないね。カマキリは世界で、2500前後の種が確認されている。それらはみんな、肉食性だ。そして、腕のカマだけでなく、さらに捕食に特化した姿をしたものもいる。有名なのは、花カマキリだ。綺麗なお花。ではなく、花に近づく獲物を捕まえやすくなる擬態だ。蘭の花がモデルだから、蘭花カマキリとも呼ばれる。擬態といえば、捕食者から逃れる機能を持つと考えられがちだが、捕食効率が良くなる擬態もある。攻めの擬態だね。花カマキリはよく、蘭の花の上に乗った画像で紹介されるけど、実際は、葉の上にいることが多いようだ。せっかく擬態してるのに？花そのものに擬態してるから、花の上にいる必要はないし、実際、そうなってない。撮影者が、花の上に移動させたのだろう。そうなの？ちょっと前に、ツイッターでリツイートしたのだけど、写真家の山口進氏は、ジャポニカ学習帳の表紙に多くの写真を提供した。そして、欄に載っていない花カマキリの写真を撮り、自然下での姿を世間に広めたそうだ。誠実なナチュラリストでもあった山口氏は、残念ながら昨年亡くなった。ご冥福をお祈りします。擬態にはありがちだけど、人の視点で見て、最も擬態らしく見える角度、光の加減をつい探してしまう。そして、最も似ている個体を無意識に選抜してしまう。似てるはずだから、似てる条件を探しちゃうんだね。しかし、それは人によって誇張された擬態であって、いつでも、どんな生き物からも、そう見えているとは限らない。それに、すべての個体が、素晴らしい擬態をするわけじゃない。下手なやつだって、当然いる。変異が必ずあるからだね。私はそれが悪いとは言わないし、是非を問いたいわけじゃない。私もガッチガチに理論を説明したりしない。目をつむっている部分もあることを知っておいてほしい。その辺のバランスが難しいね。それが面白いところでもあるけどね。なお、当然ながら、擬態の進化も解説予定だ。例によって時期は未定。では、話を戻そう。カマキリは、昆虫グループの中の、カマキリ目という一大グループだ。なお、最も近縁なのは、ゴキブリ目だ。そうなの？およそ 2.6 億年前、古生代のペルム紀に分岐したと考えられている。2017年にはブラジルで、1.1 億年前の、最古のカマキリ化石が見つかっている。恐竜がいた頃かな？その頃だね。あと、2021年にカナダでも、1億年前のカマキリ化石が見つかっている。こいつは興味深い。なぜなら、カマを持っていない。カマキリなのに、カマを持っていない？カマキリじゃないじゃん。そう、最も早くに分岐したカマキリのグループ。カマキラ塚に近いと考えられている。あまりにストレートな名前だね。カマキラ塚というグループは、カマキリ目の中で最も早く分岐した。カマキリの分類はまだまだ議論があるのだけど。一応、他のカもちょっと書いておこう。じゃあ、その後に分岐した他のグループで、腕のカマがそれっぽくなっていったんだね。そして今や、昆虫界きっての捕食者だ。では最後に、性的共食いについて紹介しよう。ここまで、カマキリによる捕食伝説と進化を紹介してきた。最後は、そんなカマキリたちの共食いを紹介しよう。
共食いって、あれだよね。そう、同じ種に分類される個体を捕食することだ。カマキリではもちろん、様々な生き物で見られる現象だ。今回は特に、性的共食いに注目しよう。ただの共食いとは違うの？共食いの中でも、メスがオスを、あるいはオスがメスを食べる現象のことだ。同じ種の中で、異性をボリボリすることだね。そんな感じ。でも、共食いしてたら、異性だったってことはよくあるんじゃない？同性をわざわざ選んでるわけじゃないだろうし。そうだね。性的共食いは、ある文脈の中で語られる。交尾だ。交尾の前後、あるいは最中に、オスが食われてしまう。へ。ここには、オスの悲哀と駆け引きと、そしてパラドックスがある。そうなの？まず、オスが食われることの機能を考えてみよう。機能？単純に考えれば、メスの栄養になることだ。交尾するということは、オスの遺伝子が受精するはずだ。ならば、オス自身が栄養となることで、それを受精卵の成長に当てられる。俺自身が栄養になることだ。他にも、卵の数自体を増やすこともできる。実際に、オスを食べたメスは、卵の数が多くなることが確認されている。ちゃんと栄養になってるね。他にもメリットがある。食べられてる間、交尾を継続して、より多くの精子を渡すことができる。つまり、遠回しに自分の遺伝子に投資してるんだね。でも、食べられたら、交尾できないんじゃない？大丈夫、オスは食べられながらでも交尾できる。なら安心だね。いや、安心じゃない。食べられてしまったオスはもう、交尾できないじゃないか。自身が栄養となるより、他の多数のメスと交尾した方が、子供の数は多くなるかもしれない。疑問が合理的すぎる。実際のところ、オスはメスに食べられるのを避けている。オスは事前にメスを観察していて、メスの素早さに応じて、近づき方を変えている。逃げ腰ってこと？そう、逃げている。メスがオスを食べるのは、オスの間接的な貢献ではなく、単純に、メス自身が栄養を得たいだけなのかもしれない。じゃあ、オスはなんでメスに近づくの？そりゃ、交尾でしょ。そうだった。ただ、オスはメスに、引き寄せられているかもしれない。メスはフェロモンを発して、オスに知らせている。オスを引き寄せてるの？そう、それ自体はよくある話だ。しかしカマキリは、メスによる捕食の都合上、オスとメスの攻防が始まる。攻防？フェロモンの量は、メスによって違う。満腹のメスは、たくさんのフェロモンを出せる。体力的に余裕があるから、たくさん作れるってことだね。そう、だから空腹なメスはあまり量を作れない。だからオスにとっては、満腹なメスと交尾する方がいい。満腹なら、食べられるリスクが低そうだね。それに、そのメスが優秀なハンターであることも示している。お腹いっぱいってことは、うまく餌を捕まえられるってことだからだね。つまり、ホルモン量と催事能力は性に相関し、正直なシグナルとして機能する。じゃあ、オスにとっては良かったじゃん。オスとメスの攻防って何？常に正直だったら良いのだけど、メスは、嘘をつくこともある。正直じゃないやん。そう、騙しだ。いつから常に正直だと錯覚していた？フォールスガーデンマンケットという種のカマキリでは、空腹のメスが、満腹なメスと同等量のフェロモンを出すことが確認されている。でも、騙すってことは、それなりに負担があるんじゃない？空腹だからフェロモンを作りにくいって話なのに。無理してフェロモンを作ったら体調崩しそう。そうだね。だからこそ、フェロモンは正直な信号のはずだった。嘘をつくと不利になるからだ。しかし、状況によっては、嘘が進化する。その条件とは？ざっくり言えば、バレにくいことだ。空腹なメスが嘘をついてフェロモンを増やしていることを、オスはどうやって確かめるのか？確かめようがない。そう、オスは確かめられない。フェロモンが多いメスは、催事能力が高いはずだ。そして、満腹だからオスが食べられにくい。そういうメスを選ぶオスの子供が有利になり、そうじゃないオスの子供は、自然選択により消えていく。つまり、フェロモンが多いメスに近づくのが、オスとしては良い戦略なんだね。そういうことになる。故に、フェロモン量を無視する進化は起きにくい。フェロモン量を無視したなら、オスは催事能力が高いメスと交尾するチャンスを逃し、子供の遺伝的な催事能力は平均して低くなる。フェロモン量に反応するオスの子供と比べたらだね。そう、だから、オスはフェロモン量を無視できない。そういう特徴は有利にならないからだ。真実がわかるのは、メスに食われてからなんだ。なんて悲しいオスなんだ。嘘を見破りにくい場合、不正直な信号が進化することがあるんだね。
そう、そして、見破る側の労力やリスクが大きい場合だ。カマキリのオスは命がけになるからね。もちろん今後、メスの行動や、無理して作ったフェロモンを識別できるオスが出てくるかもしれない。そうやって、オスとメスの攻防が続いていくだろう。このカマキリでは、今はメスの方が有利なところにいるだけなのかもしれない。進化は現在進行形で起きてるんだね。そう、今が完成された世界ではないし、進化に終わりはないだろう。こんなところで、今回の内容をまとめよう。今回は、カマキリによる脊椎動物の捕食を紹介したね。鳥って昆虫に食われることがあるんだね。私たちはつい、昆虫は餌側の存在だと誤解しがちだが、現実はそうじゃない。状況が整えば、食われる側になってしまうんだ。カマキリ同士でも、オスとメスで攻防があるみたいだね。そうだね。交尾の際にメスがオスを食う性的共食いは、カマキリを特徴づける生態の一つだ。栄養としてオスを食べたいメスと、それは困るというオス。その戦いは、ケミカルな領域にまで及んでいるのかもしれない。やっぱり性別は面白いね。では、こんなところでおしまいにしよう。ここまで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白いと思ったら、チャンネル登録高評価をお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。また見てね。